はですね、私は沖縄から羽田空港に向かう飛行機の中でございます。まあ、それでね、羽田空港からは伊丹空港の便をね、もう予約していて、それでね、大阪に帰る予定です。ただですね、今午後の5時30分なんですけども、私のね、フライトがね、羽田から伊丹のフライトが6時ちょうど発、あと30分後に、ね、出発する予定で、この飛行機はね、5時50分に着く予定です。なんでね、もう10分しか、ね、乗り継ぎ時間がないということです。まあ、それでね、もしかしたら乗り継ぎ失敗するかもしれないんですよね。客室乗務員の方が、ここはちゃんとね、把握してて、着いたらね、申し訳ないですけど、できるだけちょっと急いでくださいみたいな感じでね、予告をされまして、まあね、ちょっとどうなるかわかんないんですけども、無事乗れれば、まあ、それでいいんですけども、乗れなければね、まあ、どんな風な感じになるのかなっていうのを皆さんにシェアしようかなっていうふうに思ってます。まあ、私は別に暇人なんで、明日に帰ろうがね、別に何でも問題ないんですけども、まあ羽田と伊丹はね、いっぱいフライトあって、多分これは最終便ではないと思うんで、まあね、もう仮に乗り遅れても多分次の便に振り返られるだけだと思うんですけども、まあ、ちょっと分かんないです。まあ、とりあえずね、普通にね、急いで乗り継ごうと思います。たんですけども、大阪行きの人、まあ、僕のことだと思うんですよね。沖縄から羽田経由して大阪行く人なんてあんまりいないと思うんでね、まあ、その人はね、降りたらもうすぐ地上係員に自分だと言ってくださいっていう風にアナウンスでアナウンスされました。他にも富山の方とかね、いらっしゃって、多分おそらく同じような僕の感じだと思うんですよね。まあ、なんでね、おそらく乗れるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、次の飛行機はね、僕のせいで遅れたりしたらちょっと申し訳ないんで、できればね、定刻通り出発すればいいんですけどね。まあ、そんな感じでね、まあ、ANA とかだとね、ちゃんとこうやってね、前後便乗り継ぎもね、心配してくれるんで、やっぱりそこら辺がね、 LCC とは違うとこでね、もう LCC だとね、完全に自己責任になるとこっちだと思うんでね、まあ、それがいいですよね、やっぱり。ではじゃあ、まあ止まったらすぐにね、降りるようにして、まあ、降りたら地上係員の人に、まあ、チケット見せようかと思います。お客様は、お客様の入場口をご利用ください。
誰もいない、無事乗れそうなんですけども、もうね最後の多分搭乗になっちゃいそうですね。まああのバス乗って降りて、あのゲートエレベーター乗って、まあとりあえず走るみたいな感じで無事乗れそうです。4分前ですね。はい、今バタ吸ってるというか、もう入ります。無事に乗ることができました。一応ね乗れたのが3分前の17時57分だったんで、あのね帝国通り飛ぶようです。ただねちょっと他にお客さんが、僕みたいなお客さんがいたようで、その人待ちみたいですね。はい、いやすごいですね。まあ、こんな感じでね、皆さんもあの無理のない、まあこればっかりはね遅延とかなんでわかんないですけどね、あんまりね急いでない時以外はね余裕を持った乗り継ぎ時間とかにしてた方がいいかもしれないですけど、空港もねやっぱり楽しんでね、いろいろ食べるところとかね、お土産とかもあるので、そういったところでね、あの時間ね、あの使って行ったりした乗り継ぎ時間にする方がいいと思います。まあこんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。お騒がせしました。